クローズアウトの局面の1対1から始めたいと思います。オフェンスはディフェンスが遅れてくる状況でボールをキャッチするときに今のように足を縦に割ってボールを受けるようにします。このことでキャッチからシュートまでのリズムを作ることができます。もう一回いきます。キャッチ、スプリット、ワン、ツーでシュートです。はい、シュートってみてください。いいね。はい、もう一回こういうリズムでシュートにつなげていきます。でこのリズムを作ることで、ボールを飛ばしやすくなるっていう利点と、あとこの後の1対1にもつながっていくっていうことになります。続いて今の局面でシュートを打とうとしたときにディフェンスが出てきた状況、これをクローズアウトの局面になるんですが、この時にボールとゴールの間に手がある状況、これを確認できたときはフォームフェイクからリップスルーでアタックしていきます。じゃあいきます。ワンツーで受けてボールを見てアタックします。でいいですか、ここのポイントでこのポーンフェイクをするときにディフェンスを見てディフェンスが飛ぶかどうかを確認しようとしてポーンフェイクをするとこのフェイクがシュートに見えなくなるので、あくまでゴールをしっかり見ること、ボールを頭の上までしっかり上げること、フェイクを大きくするってことが重要になります。構えてゴールを見てアタックする。でオフェンスはディフェンスを見てしまう原因として飛んだかどうかを気にすると思うんですが、このように手が上がっている、このボールとゴールの間に手が上がっている時点でディフェンスはオフバランスになっている、そのため抜けるということを理解してプレーするということが鍵になります。 OK。 でベースは上がった手と反対側に抜いていくことを考えます。でこれに対してホームフェイクで手上がって相手が反応してきたら逆動作でアタックをしていきます。